One year later. うわ、この恐竜なんだっけ、この恐竜。うわー、待って、これどこだっけ、恐竜。うわ、恐竜なんかあったな。あ、待って、17番、このマークは金沢県。金沢県だわ、これは。いや、マジ自分の今住んでる県が出てない人は本当怒らないで。ペコちゃん本当にペコランド生まれ、ペコランド育ちだから日本育ちじゃないのよ、マジで。マジで怒らないで、本当に。あ、待って、これさ、もうここ関西入った。で、ここの辺に大阪とか奈良、京都あるよ。大阪、奈良、京都。多分この29番が京都ってことは、大阪23番か。ありえるよな、これ。くせ、なんなんやこりゃ。いや、24番かもな。24番、大阪にしてみようか。大阪ミュー、大阪ちゃんも。あと岡崎県、知ってんだ。前回これで恥かいたから、ペコちゃん。岡崎県、東海オンエア、岡崎県。あ、どっかが岡崎だ。あ、知ってる、ペコちゃん。東海オンエアって知ってるよ。めちゃめちゃ有名な YouTuber だ。はい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 、岡崎県だ。岡崎県、ここら辺のどっかだ。あ、知ってる。あれ、岡崎県じゃないの。そんな県、だって岡崎言ってるじゃん、東海オンエアって。やべえ、岡崎しかあれ。そう、東海オンエアさんでペコちゃん知ってんだよ、岡崎県で恥かいたんで。そう、ほんと前回なんかそれでバカにされたんだよ、ペコちゃんが。あーって、東海オンエアさんのあれだ、岡崎県やっつって。34だと思うんだよな。33か34なんだ、岡崎県な。岡崎だろ？あ、待って、福岡。あれ？待って、前回の記憶を例えば、ペコちゃん九州人狼始めたんだよ、九州人狼。福岡県40かな、とりあえず福岡も入れとくか。福岡、相模原。そう、福岡は日本三大都市の一つだからね、そこそこでかいはず。第三都市は横浜でしょう。横浜は東京に含まれます。含まれないよ。待って、名古屋県。あ、違う、名古屋県もないんだ、愛知県か、あれ。え、どことどこがさ、富士山さ、真っ二つに分かれてんだっけ。静岡と富山県ってなんかあった気がする。富士山、富山、あれ19番富山、富山県ってあったっけな。ここつながった。あれ、でもそしたら14番が富山かな。静岡と半分らへんだよな。ここで半分にしてんのかな。まあいいか。関西弁思い出してみて、オッケー。なんでやねん、どないしてまんねん。そのちゃう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 。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、仙台、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、和歌山、金沢県、富山、長野県、岐阜県、静岡、愛知、大阪、滋賀。26、27がわかんねえわ。あー、待って、くまもん、くまもんだ。くまもんと、くまもんと、くま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 もんと、お待たせお待たせ、くまもと家のみんな、お待たせお待たせ。え、ここくまもとかな。42、待って、くまもんってくまもとの形してんじゃないの。くまもんみたいな形してるのってどれ。43かな、くまもん。あれ、くまもんの形がない。くまもんの形してるやろ。だって千葉くんだってそうだし、静岡県はこの金魚の形してるし、23番の愛知は恐竜の形してるし、くまもんの形してたんじゃなかったかな。いけ、ウソラペコーラ、何問正解だ。トゥルル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 ル、あなた、25点、マジで？え？大阪間違えてんだけど、ペコちゃん。え？市があって。
しょ。え、おい関西全滅しとるがペコちゃんの関西。え、ペコちゃん一応ユニバーサルスタジオジャポンとか行ったことあるんだけど、え、関西全滅してるんだけど。あのユニバーサルスタジオジャポン行きたいよ。あのハロウィンのハロウィンナイト行きたいよ。あれ大阪ってこんなにちっちゃかったペコなんだ。でっかいと思ってたわ。うっさいね、東京弁喋っとんとちゃうぞボケ。死ね。あ、岡山。あれ岡崎県が間違えている。学んだのに。てか岡山合ってた。あれ岡崎県が間違えて合ってねえよ。合ってるやろな。岡崎県なんてあるわけがない。え、違う、ペコちゃんお前バカにされたんだって。東海オンエアさんで知ってるよっつって入れたらバカにされたんだよ。え、愛知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 が岡、岡崎市、愛知なの。あ、なるほど。あ、愛知、愛知なの。岡崎ってここにあるの？こっちじゃないの？え、ずっとこっちだと思ってたわ。愛知は名古屋。あらららら、43クマも見て。これのどこがクマモなの？あ、熊本だからクマモなだけで、形は別に似せてないってこと。あ、そういうことか。なな、似てると思ってたペコちゃん勝手に。奇跡的に前回と同じ。学習してないのが分かりましたね。学習していないのが。びっくりしました、ペコちゃんも。まさか前回と同じ点数を取れるだなんて。びっくりです、うさだペコーラも。たたららたたたららたた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 た